マイフーは、大日本帝国海軍の駆逐艦、影ウ型駆逐艦の第18番艦である、ミッドウェイ海戦では、第4駆逐大漁艦と共に、ナグモ機動部隊機関、空母、赤城を来撃で処分した、1944年2月、トラック諸島沖で、アメリカ軍艦隊の砲撃によって戦没した、丸四計画、火傷台十四4九百四十年四月十二日寄港。 1941年2月5日、マイフーと命名され、一等影老型として登録される。同年3月15日浸水。日本海軍は4月10日府で、上風型駆逐艦7番艦、疾風艦長、吹雪型駆逐艦5番艦、村雲艦長等を歴任した中杉清秀中佐をマイフー偽装委員長に任命する。4月18日。 藤永伝造選手に偽装員事務所を設置。7月15日竣工、同日府で偽装員事務所を撤去。中杉は正式に、毎風駆逐艦長となる。同日府で、横須賀鎮守府席。9月1日、影楼型2席は、練習圏警備駆逐艦に指定。10月31日府で2席は、第4駆逐隊に編入された。第4駆逐隊司令は、有賀が工作大佐。 太平洋戦争開戦時、影ウ型4隻は、引き続き第4駆逐隊を編成していた。4隻とも巡航したばかりの最新鋭艦である。4駆は、第4水雷戦隊に所属しており、南方部隊本隊に加わって、南方作戦を支援する。また1942年2月に、スターリング湾を出発して、ジャワ機動作戦、ベンガル湾機動作戦に参加する。第4駆逐隊。 第2小隊は、第1小隊、内地に帰還した後、第4駆逐隊は、ミッドウェイ同攻略を目指す連合艦隊総力を挙げた、ミッドウェイ作戦に参加した。詳細は、ミッドウェイ海戦を参照、南雲忠和中将を、司令長官とする、南雲機動部隊には、護衛艦,艦艇として、第10戦隊が所属していた。第4駆逐隊4隻は、 第4水雷戦隊から引き抜かれる形で、機動部隊警戒隊指揮官の指揮下に入った、機動部隊臨刑陣において、第4駆逐隊は、主力空母4隻直江であり、本艦は空母、総流の左後方に位置していたという、日本時間6月5日午前7時20分以降、アメリカ軍機動部隊艦載域、SBD ドーントレス級降下爆撃機の攻撃により、 空母3隻は大破炎上する。第4駆逐隊、第2小隊は空母、加賀の乗員を救助した。中杉によれば、加賀沈没直前の爆発により1000メートルほど離れていた、舞風の包囲板が故障したという。加賀沈没後、2小隊は空母、赤木及び同艦救援中の第1小隊と合流する。山本56連合艦隊司令長官により、 赤木の処分待てとの伝令があり、有賀司令は、今夜は赤木の警戒に任じ、敵艦来たらば差し違い戦法を持って、これを撃滅戦んと恒例した。その後、改めて山本長官より赤木処分命令があった。6月6日現地時間午前4時40分、第四駆逐隊は、嵐から野分け萩風舞風の単縦人となり、赤城右上に酸素魚雷を発射。 はぎふう法律によれば、魚雷を発射したのは嵐、のわけ、はぎふの三隻で、マイ風は発射しておらず、さらに、のわけの魚雷は不発だったという、のわけの魚雷は爆発せず、嵐、マイ風の魚雷が、赤木環境付近で起爆したともいう、現地時間四時五十五分、赤木は沈没した。その後、第四駆逐隊は、赤木の生存者を、戦艦、道のくへ、加賀生存者を、 戦艦、長と2匹渡した。次に、アリューシャン攻略作戦を支援するため、空母、随砲を護衛して、北方海面に進出、6月9日付で、第2機動部隊に編入された。7月4日をもって、作戦終了。7月12日内地に、13日暮れ、入港。7月14日、第4駆逐隊は、第4水雷戦隊から第10戦隊に編入され、 第4水雷戦隊には、第27駆逐隊が加わった。1942年8月7日、アメリカ軍は、ガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸し、ガダルカナル島の戦いが始まった。マイフー以下第4駆逐隊は、ソロモン諸島へ進出、駆逐艦輸送作戦に従事する。8月18日、第4駆逐隊、第1小隊は、ガダルカナル島で空襲を受け、萩風が、 損傷、戦線離脱を余儀なくされた。一方、第四駆逐隊、第二小隊は、第十戦隊長らいか各艦と共に、第三艦隊に同行、八月二十四から二十五日の第二次、ソロモン海戦参加した。第二小隊は、第十一戦隊の名を追であった。二十四日、二隻は b 十七の爆撃を受けるが、資金弾であり、被害はなかった。本海戦で、 日本海軍は空母、流城等を撃沈されて敗北し、トラック白地に一時撤収する。9月1日、マイフーでジャイロコンパスの故障が発生、野わけとは別行動になった。翌日、マイフーは箱崎丸のショートランド海港を護衛した。その後、2隻は最前線に進出した。10月3日、10月9日とネズミ輸送を実施した。十月二十六日、 第4駆逐隊は逐、第4駆逐隊は、第1航空戦隊の空母3隻、なおエ、のわけは、補給部隊護衛艦として、アメリカ軍機動部隊艦載機と交戦した。戦闘で、空母2隻、従順2隻がそれぞれ損傷し、駆逐艦2隻は、損傷空母2隻を護衛して、トラック白地へ向かった。月日、駆逐艦部隊は、損傷艦艇艇を護衛して、 トラック白地を出港、日本本土へ向かった。内地で、整備修理後、12月1日に、クレを出発、再び、ソロモン海へ進出する。12月7日、駆逐艦11隻によるネズミ輸送中に両艦、野和けが、高校不能となる損傷を受け、半年以上戦線を離脱する。野和家は、秋月型駆逐艦二番艦、正月に護衛されつつ、夕雲型駆逐艦四番艦、 小波に栄光されて、ショートランド白地まで退避した。マイ風は、ショートランドに停泊中の、野分けをトラック白地まで栄光した。1943年1月5日より、ラバウルからラエー、陸軍第51師団の一部などを輸送する18号作戦に参加。これは、マイ風と第17区畜隊が、ブラジルガン、妙高丸、暗い、戸丸、日、マル、 佐トシ・福丸を護衛するものであった。毎風は1月3日にラバウルに到着。戦乱は1月5日にラバウルから出発。戦乱は空襲を受け、1月7日に日、辰丸が被弾沈没。毎風は救助活動を行った。同日ラへ到着。ラエでも空襲を受け、妙高丸が被弾拡座した。揚陸完了後、1月8日に戦乱はライ発。 1>, 1月10日、船団はアメリカ潜水艦アルゴノートの攻撃を受けた。上空を紹介中の艦爆が潜水艦を爆撃し、続いてマイフーが爆雷攻撃を行った。アルゴノートは突然艦首を海面から突き出し、それに対してマイフーとイソフーが攻撃を行い、アルゴノートを撃沈した。同日、船団はラバウルに到着。1月14日から15日、 駆逐艦旧席でネズミ輸送を実施。この任務中に第四駆逐隊司令駆逐艦、嵐が被弾して内地修理を必要とする損傷を受け、勝見はじめ中佐が戦死した。有賀司令は他駆逐隊からの応援を断り、四区領館、毎風に嵐の栄光を命じている。嵐はショートランド白地を経てトラック白地に移動した。1月16日、第四駆逐隊司令駆逐艦は、 マイ風になる。1月23日、影楼型2隻は、三体サベルジマレカタ基地への輸送を実施。1月26日、三隻で、コロンバンガラ島への輸送を実施。詳細は、化合作戦を、参照同時期、第10戦隊司令官、木村進少将が、帰間、秋月大破時に負傷したため、第2水雷戦隊司令官、小柳富次少将が1月21日筆、 第10戦隊司令官に任命された。その後、本艦はガダルカナル島撤退作戦に参加した。マイフーはアリガ司令が座上する第4駆逐隊司令官としての参加である。第1回作戦では、遊具型駆逐艦5番艦、マキナミが中破して長月に栄光されて退避し、機関を白雪に変更後、作戦を続行した。 撤退作戦は成功したが遊具も型二番艦、県軍が沈没した。2月4日、日本海軍は駆逐艦2隻等を増強して、第二回撤収作戦を実施する。0戦0 2 9機の護衛に対し、アメリカ軍は戦闘機31機、爆撃機32機を投入。午後2時、毎風はアメリカ軍機の攻撃を受け、資金弾により航行不能となった。 二列渋滞の左側戦闘を航行していたために、アメリカ軍機の標的になり、資金弾で右舷に傾斜、火災も発生したという。毎ーは無月型8番艦、長月に栄光されて、ショートランド白地に被害した。なお、第3回作戦では、姉妹艦、イソ風が爆撃により大破。救援のためにまた、長月が派遣されたが、イソ風は、後風に護衛され自力で、 ショートランド白地へ向かった。毎風は、工作官長浦の手で、応急修理を行った後、第16駆逐隊、摂風と共に2月10日、ショートランド白地発、12日トラック白地に、2月13日、司令駆逐艦は、毎風から嵐に変更。2月20日、第4駆逐隊司令は、有賀が工作大佐から杉浦義美獣大佐に、交代した。 司令駆逐艦も修理を終えた。萩風に変更となった。3月6日、舞風は朝潮型駆逐艦3番艦、満潮を栄光する、姉妹艦、浜風を護衛して、トラック白地を出発。3隻はサイパンを経由して16日に横須賀へ到着した。17日より修理を開始する。6月21日、第10戦隊司令艦は、 小柳富次少将から大杉森和少将に交代する。6月22日、前風駆逐艦長は、中杉中佐から萩尾地から中佐に交代。萩尾は、初春型駆逐艦6番艦、夕暮れ艦長、上風型6番艦、追い風艦長、吹雪型10番艦、浦波艦長等を歴任していた。7月23日、修理を終えて横須賀を出撃。 トラックへ進出する。8月6日、コロンバンガラ島輸送任務に従事していた、駆逐艦4隻はレーダーを装備した、米駆逐艦6隻に奇襲された。第4駆逐隊と交風は一方的に撃沈され、第27駆逐隊司令駆逐艦、しぐれのみ生還した。9月5日、生還した杉浦司令は、第4駆逐隊司令駆逐艦を、のわけに変更。 第4駆逐隊は2隻になったため、9月15日府で、朝潮型駆逐艦6番艦、3運が第4駆逐隊に編入された。9月19日、第4駆逐隊は、空母、随砲を護衛して、ブラウン艦章に進出し、アメリカ軍機動部隊の出現に備えた。しかし、アメリカ軍機動部隊と直接交戦することはなかった。10月22日、 ラバウル方面への輸送作戦中に輸送船の栗田丸が撃沈された。二隻は生存者を救助した。11月17日、第4駆逐隊司令は、杉浦義美重大佐から磯久志健馬大佐に交代した。杉浦大佐は12月1日より、病高型重巡洋艦4番艦、羽黒艦長となり、同艦沈没時に戦死。一方、磯久志大佐は、駆逐艦長月、 霞すみ、いそふくちを務めた経歴を持っている。12月11日、第4駆逐隊は、第3戦隊を護衛して、トラック出港、16日午前10時に、佐世保2隻は直ちに横須賀へ開港され、18日以降、横須賀で待機した。12月22日、いそ久さしは司令駆逐艦をマイを、毎風に変更。 第4駆逐隊の次の任務は、高尾型重巡洋艦2番艦、あたごの護衛任務であった。1944年1月4日、3隻は、横須賀を出港。9日、トラック白地に着いた。1月15日付で第4駆逐隊は、南東方面部隊に編入され、ラバウル方面の輸送任務に従事した。2月12日、2隻は、トラック白地祈祷、第10戦隊装束の、 第17駆逐隊は、マイフーと入れ違いで、トラック白地を去っていた。15日、第4駆逐隊3番艦、三軍は、輸送船、朝香丸を護衛して、トラック白地を出発した。2月16日深夜、本土修理のためトラック白地を出港した第10、隊機関アガノが、米潜水艦の来撃で沈没、アガノ救援に向かった、川内型軽巡洋艦番艦、 中も空襲により激沈された。トラック白地に有力なアメリカ軍機動部隊が接近しつつあり、米潜水艦はその先方であった。詳細は、トラック島空襲を参照1944年2月17日、マイフーは第四駆逐大量艦、姉妹艦ノアケとともに、カトリ型練習巡洋艦一番艦、カトリ特設巡洋艦、赤木丸を護衛。 内地機関の予定だったが、アメリカ軍機動部隊艦載機によるトラック島空襲に遭遇した。同白地に停泊していた第27駆逐隊は、空襲警報カレーと共に白地北水道を通過、しぐれが損傷したものの脱出に成功した。だが、同じ北水道を通過しながらもマイフ風たちは逃れられなかった。午前8時頃、空母ヨーボイオクタウン2飛行隊。 tbf アベンジャー雷撃機3機が、マイフーを攻撃し、3発命中を主張した。午前8時30分、空母エンタープライズの tbf が、マイフーの全部砲塔に、爆弾1発命中、資金弾球を主張した。空母エセックスの tbf が、艦中央部に、爆弾1発の命中を主張。野わけ乗組員によれば、午前9時30分に、 マイフから機関室浸水航行不能と第四駆逐隊司令ののわけ以上を求める通信があった。午前11時にマイフから発信された無電によれば爆弾一発が左玄中央に命中して艦艇まで貫通、機関室満水により航行不能となり、のわけの栄光でトラック退避の予定であった。だが空襲が継続したため、のわけがマイフを栄光する機会はなかった。 この時点で赤木丸が沈没、マイフーが航行不能、カトリは大火災を起こしていた。これら艦隊が航行不能に陥ったのを確認した。レイモンド・スプルーアンス大将は航空機による攻撃を中断させ、自身が率いる艦で実艦射撃目標とすることにした。この艦隊はまず艦隊の深度上に出現した特設苦戦艇湘南丸をニュージャージー特築艦が撃沈した。 午後12時10分、3隻は、スプルーアンス大将自身が指揮し、機動部隊から分離された、アイオワ級戦艦2隻、駆逐艦4隻を水平線上に発見した。午後12時23分、まず戦艦アイオワが発砲し、12時25分に、カトリに対して着弾した。午後12時26分、のわけは、マイフーに対する艦砲射撃を確認した。 スプルーアンスはまず戦艦2隻と駆逐艦2隻で、健在の、ノアけを追いかけ、残る艦に、カトリ、マイフーを攻撃する、ヨーカレー。マイフーは、集中砲撃を受けて船体が分断され、午後1時43分に、黒煙を上げつつ沈没していった。戦死総書の沈没時刻は午後2時24分。 アメリカ軍記録による沈没地点北緯07度45分統計151度20分、北緯7.750度統計151.333度、7.750151.333。カトリも撃沈され、カトリから3隻の救命艇が脱出し、海面にはマイフー、カトリの乗員が多数漂流したが、アメリカ軍機の必要な銃撃によりこれらは全滅したと、 アメリカ軍が記録している。このため、マイフーカトリと同艦に救助された赤木丸の生存者は一人もいなかった。磯久試験魔第四駆逐隊司令、萩尾地から艦長一家240名全員が戦死した。のわけは、単艦で西方に退避、サイパンに脱出した後、三運と合流、輸送船団を護衛して、横須賀に帰投した。同年3月25日、 第4駆逐隊司令に高橋亀代郎大佐が捕食される。戦死した磯久大佐は海軍少将に進級した。3月31日、本艦はトラック空襲で沈んだ。各艦等とともに帝国艦艇席から除籍された。また知らぬ日型駆逐艦から除籍第4駆逐隊は埋風の大艦として所属艦開風、両風の喪失により、 解体された第24駆逐隊から満潮型駆逐艦満潮を編入した。7月10日には満潮型駆逐艦朝雲を編入。その後、1944年10月下旬の冷手沖海戦で第4駆逐隊3隻はすり顔海峡野戦で沈没し、のわけ全滅した第4駆逐隊は1945年1月10日府で解体された偽装委員長。 中杉清次中佐、1941年4月10日から1941年7月15日区畜館長、中杉清次中佐、1941年7月15日から1943年6月22日、萩雄地から中佐、1943年6月22日から1944年2月17日戦死、同日付任海軍大佐、ありがとうございます。